ハノイで発生した悲惨な事件により若い女性が命を奪われましたこの事件は20歳の男性による強姦と殺害であり彼は盗難と強盗も言っていました彼は法廷で有罪判決を受け死刑が言い渡されました事件の概要2023年2月16日ホアン・ミン・民 ハオという20歳の男性がハノイで21歳の女性レ・ギ・クイ・リンを殺害しましたリンさんはアパートの管理人をしており犯行時彼女が一人でいることを確認したハオは強盗を決意彼女をしめ殺し気絶させた後、とおし遺体をキッチンの棚に隠しました 犯行前の経緯ハオは仕事も学校もなく生活費に困っていました2023年1月21日にはマンションでバイクを盗み400万ドンを使って彼女の故郷に行くなどすでに窃盗を言っていましたバイクの持ち主が盗難を報告すると彼は正月明けにバイクを返すと約束しましたがその後 さらに重大な犯罪を犯犯すすことになります犯行の動機犯行の直接の動機は金銭的な理由でリンさんが持っていた貴重品を盗むためでした事件当日は彼女に部屋を見せてもらった後再度会い彼女が1人でいることを確認して犯行に及んだとされています犯行行後の行動は リンさんの持ち物を盗み彼女のクレジットカードを利用して現金を引き出しそのお金で iPhone などの高額商品を購入しましたまたりんさんのバイクを塗り替え再度質屋に持ち込もうとしたところで逮捕されましたまとめこの事件は金銭的な欲望と計画性のない生活が引き起こしたものであり ハオには死刑判決が下されましたリンさんはハノイで働きながら家族を支えていましたがその命を無情にも奪われましたこのような悲劇を未然に防ぐためにも日常の防犯意識の向上が必要ですハノイ市では 1954年の開放記念70周年を祝うために予定されていた花火大会が大幅に縮小されることになりましたこの決定は台風ヤギの被害を受けた地域の復旧作業を優先するための措置として行われました花火大会の規模縮小当初ハノイ市内の30カ所で花火が打ち上げられる予定でしたが 保安機 M 区の一所に限定されましたこの花火大会は10月10日21時30分から21時45分までの短い時間で行われる予定です保安機 M 湖周辺では観光客や市民が集まり記念すべきこの日を祝うこととなります台風ヤギの影響花火の規模縮小の背景には 今月初めに北部ベトナムを襲った台風ヤギの甚大な被害があります。この台風は過去30年で最も強力であり、ベトナムにおいては過去70年で最悪のものとされています。台風による死者は290人以上に上り、多くの地域で大規模な被害が発生しました。復旧支援の優先 台風被災地の復旧作業に集中するため当初計画されていた花火大会の規模を縮小することを決定しました特にナムトゥリエム区のミーディン国立競技場で予定されていた800発の花火やパイロテクニクスは中止され資源を被災地の支援に振り向ける方針がとられていますまとめ市民や観光客にとっては 縮小された花火大会は少し寂しいものかもしれませんがベトナム全体としては被災者支援と復旧活動が何よりも重要ですこの決断は災害からの回復を最優先に考えたものであり花火大会の代わりに市民一人一人が被災地への支援に意識を向けることが期待されています アメリカのタッパーウェア社が破産申請を行ったことを受けホーチミン市のタッパーウェア店舗には多くの顧客が殺到しています破産申請は同社の長年の財政問題と人気の低迷が原因とされていますベトナムでの反応ホーチミン市ではタッパーウェア製品が割引販売されており多くのベトナム人顧客が店舗を訪れています 主に女性顧客が中心でタッパーウェア製品が国内で最後に販売される可能性があることから多くが購入を急いでいます特に風入安アン地区に住む事務職員クエン・ディ・シンはブランドの終了に深い悲しみを感じており彼女の冷蔵庫はタッパーウェアでいっぱいだと話していますタッパーウェアの品質と人気 タッパーウェアは他ブランドに比べて高価ですが、その耐久性と健康に対する安全性が評価されています。ディストリクト市に住む前、アン、ジーもタッパーウェア製品を愛用しており、品質の高さを認めつつ、今後どのブランドに切り替えるか悩んでいると語ります。タッパーウェアの人気は1950年代に急上昇しましたが、 近年では若年層の顧客からの支持が低下し販売が減少していました破産の背景と影響タッパーウェア社は2023年に81200万ドルの負債を抱えており流動性の問題が深刻化していましたこの財政的な問題が原因で当社は破産保護を申請することとなりました特に 私的財産を含む資産を差し押さえようとする新しい債権者たちが会社の破産を加速させたと報告されています。ベトナム市場での展開タッパーウェアは2016年にベトナム市場に参入しハノイ、ホーチミン、ダナン、ビンズオンなどの主要都市で事業を拡大しました。 2022年には国内で250店舗目を開業しベトナムの顧客にも広く受け入れられていましたが今回の破産によって今後の展開は不透明です。まとめタッパーウェアの破産はベトナムの多くの顧客にとって驚きと悲しみをもたらしました。 高品質な製品として長年支持されてきたブランドが突然市場から消えることに不安が広がっています。今後の動向を注視しながら他のブランドへの切り替えを考える時期が来ているのかもしれません。このチャンネルではベトナムのニュースを発信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。